新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに1010 10人の感染と1人の死亡が確認されたと発表しました先月28日の1004人を上回り過去最多を更新しました新規感染者の数は1010 10人で現在の感染者数は9260人中等症が197人重症は2人増えて15人となっています また、田原本町の90代女性の死亡も確認され亡くなった人の累計は160人になりましたまた、県内の重症対応病床の使用率は44%入院病床全体では79%宿泊療養室は31%となりました県内の感染者の累計はきょうで3万人を超え 依然として感染の拡大が続いています。